ノビツビエリツァはセルビアの男子バレーボール選手。クロアチアプーラ出身。ポジションはミドルブロッカー。セルビア代表。レッドスターベオグラードを経てブルチノスとポドゴリツァ在籍中にジュニア代表に選出され2003年ジュニア世界選手権に出場。同年セルビアモンテネグロ代表としてチーム最年少の20歳で2003年ワールドカップに出場し、 銅メダル獲得を経験したが、2004年、アテネオリンピックの代表選考からは外れた。2004年から、イタリアセリエ A でプレーし、ラティーナに3シーズン在籍。2005年欧州選手権で3位入賞を経験し、セルビア・モンテネグロ最後の国際大会となった2006年世界選手権に出場した。2007年7月、 ピアチェンツァへ3年契約で移籍し、2008年欧州チャンピオンズリーグで準優勝。同年セルビア代表のミドルブロッカーとして2008年ワールドリーグで準優勝し、北京オリンピックに出場した。2009年にはピアチェンツァのリーグ初優勝、スーペルコッパイタリアーナ初優勝に貢献した。2010年トレビーゾへ移籍した。ありがとうございます。